久保さん、今回、病にしましょうか。病で出てきましたね。病で <laughs>。確かに、YouTube 検索すると <laughs>。YouTube すごいですね。出てきましたね。出てきましたね。なんかね、あの、助成金、歯医者に行くだけで120万もらえる助成金、税理士が紹介、2020年最新版、コロナ個人事業主、法人助成金っていうね、税理士の長江です。はい、まあ、これちょっと見てみましょう。 ありがとうございますいや。YouTube すごい便利っすね、今ね。<laughs> 秒で出てきましたね、本当に。もうトップに出てきました。敗者スペース120万で出てきましたね。<laughs> であと、敗者に行くだけで72万助成金紹介も出てきましたねうん。さあ、まあこれちょっと聞いてみましょう。はい、ありがたいですね。そう,うん。すごい。すごい時代ですね、久保さんね。 ま久保さん多分ね、助成金絡みの動画撮ってたと思うんで、まそれでなんか出てきたのか分かんないですけど、久保さん多分歯医者行ってんのかな。ま僕ほど多分ね、僕は、反響、あや、あの、すごいもう、奥歯全部銀歯だし、上も全部、ほとんど詰め物。詰め物してないやつが、僕あの前歯と、まあでも上刺し歯なんで、まあほとんど手入れてるんですよね、僕。 だ僕ほど久保さん歯はあの悪くないと思うんでそうまあ歯はね磨いといた方がいいですよ本当にうん別にその助成金もクソも別に磨いてれば、まあ、そんなになんないですからうんちゃんと磨いてればただねあのねデンタルクロスっていうこれがね超めんどくさいんですよこれがこの歯間というか歯間この歯と歯の間をこうきれいにこう一個一個やっていくのがね結構めんどくさいですねうん でも最近は結構逆にやらないと気持ち悪くなってくるレベルになってきましたけどねやっぱこの歯と歯をきれいにこう掃除するとすごくなんかあのスカッとするというかそういうのになるので逆にしてないとなんか違和感あったりとかするんですけどでもまあめんどくさいですねまだ でも面倒くさいっていうことも、まあやりまくれば面倒くさく、まあそれが当たり前になりますからね、まあ動画もそうですけど、全部そうなんですけど、まあやり込めばや,るやり込むほど習慣化になるし、別にあの、意図も簡単になるっていうか、まあそれが普通になるので、それが、まあその人の標準、基準になりますから、まあ僕と久保さんのこのやり取りも、この基準の人って多分、なかなかいないですよね、久保さんね。このやり取りの <laughs>、この投げ合いの基準、この本数は多分ないと思います。 多分これ全国探しても稀だと思いますよ、この基準値は。うん、こ,このスピード感覚でできる人は多分いないですね。うん、でもそれは、久保さんもそうですけど、僕もそうで、まあ、相当やっぱベースとしてやってきた。久保さんも10年以上 YouTube やってると思いますけど、やっぱその土台があって、まあ、別に動画を撮ることに何の抵抗もないっていうところが、やっぱベースとしてあるんで。うん まあ秒で動いてね秒でやりましょういろいろと <laughs> 基準値上げていきましょういってらっしゃい